はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南です。本日の動画のテーマはこちらです。GoTo Eat についてですね、続編ということで、少額利用が NG になりました。錬金術が禁止になりました。こちらの動画を取り上げたいと思います。本日の目次はこちらになります。まずね、GoTo Eat についてざっくりと内容を説明します。これ2種類あります。食事券の方法とオンラインで予約する方法です。そしてニュースになった錬金術のニュースについて解説したいと思います。そして最後にお得な使い方について動画で順番に紹介していきたいと思いますので、本日の動画も最後までよろしくお願いします。はい、それでは GoTo Eat 少額利用 NG と錬金術禁止について GoTo Eat の続編版ということね。以前ね、 GoTo Eat については動画、以前出してますので、ぜひそちらも合わせてみると理解が深まると思います。そして目次です。このような流れについて本日は進んでいきます。そもそもまず GoTo Eat とはどういうものかと言いますと、まあ、GoTo トラベル、GoTo Eat、GoTo イベント、 GoTo 商店街で4本の柱でできている国の施策になります。でご存知のように GoTo トラベルの方も実際ね、今ね開始されています。 GoTo Eat がいよいよ10月から開始されました。 GoTo トラベルについても以前で動画で紹介しておりますので、 GoTo トラベルが気になるって方はそちらの方の動画を見てください。それでは GoTo Eat についてですね、 GoTo Eat には種類が2種類あります。まず食事券という方法と、オンライン予約方法ですね。まず食事券の方から説明していきたいと思います。食事券の方はですね、1万円分のチケットを買うと1万2500円分の食事ができますよってことになります。ですので結果 25% お得上乗せってことです。これは、各都道府県によって実施されますので、食事券の方は各都道府県によっていつどこで販売されているかとか詳細が都道府県ごとに違います。ですので必ず各都道府県、自分が住んでいるお住まいの、都道府県がどういうふうに GoTo Eat の食事券を配布しているのか、いつから発売なのか、どこで、ね、販売をしているかっていうのは情報を調べて、入手してください。今ねここでね全都道府県を紹介することは時間的にもね厳しいです。なので URL を、概要欄に貼っておきますので、こちらの方の URL クリックしていただくと情報がゲットできると思います。この食事券については地域振興券がすごくイメージに近いと思います。それと同じで1000円単位の自治体さんが多いんじゃないかなと思います。10枚入ってて1万円分と2500円分が上乗せした分が入ってると思うんですね。で食事券の場合注意しないのはお釣りが出ません。例えば980円のお食事をした場合は20円もお釣り出ませんので、ちょっとね超えるか、まあ、お釣りは出ないんだっていうことだけ覚えておいてください。であとですね、購入は1人2セットまでです。ですので2万円分が上限ですね。購入は1人2セットまでになりますので、そちらの方覚えておいてください。1万円分の食事券を買うと1万2500円分のお食事ができるので、お得だと思います。飲食業の方がね、 GoTo Eat が該当店ですよ、うちのお店ではね GoTo Eat 使いますよっていうのは契約を結ばないといけないんですね。まあ、申請をしないといけないんですよ。なので申請をしたお店が対象になりますので、全部の飲食店が対象となるわけではありません。 GoTo Eat が使えるよ、食事券うちは OK だよ、使えるよっていうお店で使えますので、そちらの方お気をつけください。さあ、一番スタート早かったのは新潟県のようで、順番にね今ね各都道府県が準備に入っておりまして、どういう形でするっていうのは自分のお住まいの県の情報を得てください。じゃあ2つ目の方法いきますね。食事券の方についてはこんな感じです。 OK でね。じゃあ次、オンライン予約。オンラインの飲食の予約をオンライン上でね飲食店を予約するとポイントをもらえるよっていうのが、これ2つ目の GoTo Eat の方法です。どういうふうにポイントを集めるかというと、お昼をオンラインで予約すると500ポイントもらえます。夜を予約すると1000ポイントもらえます。こちらは、夜の時間帯がいつからかっていうと15時から15時以降が夜の1000ポイントの対象になるそうです。必ず公式サイトから予約したものしか、このオンライン飲食予約のこの GoTo Eat には該当しないので気をつけてください。この公式サイトが今ね、登録者がね、15サイトほどあるそうです。例えば皆さん知ってるようなところでは、グルナビさんとか食べログさん、まあ、ホットペッパーとか、まあ、Eパーク、ひとさらさん、一級レストラン、等々あるようです。ね、皆さんがね、普段使ってるもの、あればもうすでにね会員登録が済んでると思うので、そこからオンライン飲食予約ということで飲食店をそちらから予約していただいて、実際お店に運んでご飯を食べると、夜でしたら次回使える1000ポイントがもらえるという仕組みになっております。これはね結構お得ですよね。ずっと予約してポイントでもらってって言ったら、ずっとある程度無料でご飯がポイントで食べれるっていうような
状態になるかと思います、はい、こちらもですね気をつけておいてほしいんですけど、全飲食店が該当するわけじゃないので、このオンラインの飲食予約の中でもこの公式サイトの中からこの GoTo イートが使えますよってお店とそうでないお店って分かれてますので、 GoTo イートが使えるお店にはお店のところのね写真のちょっと右上か左上かに GoTo イート該当店で GoTo イートって書いてありますので、ね、そちらのお店を選んでいただいて予約をしていただいて実際に使ってみてください。今日のねメインですけども、この霊験術のニュースを解説しようと思います。何が一体ニュースになってあんなに騒がれてたのかってことですね。こちらはオンラインサイトの予約の方からのポイントを得るっていうのが霊験術と言われたものです。これニュースではね、鳥貴族さんが取り上げられてたんですけど、夜の1000ポイントのオンライン予約をして一品だけ注文するんですね。で、なんか鳥貴族さんとか一品だと299円 ?298 円だったかな、その差額分をもらうという、また次のポイントに使う、次のポイントで使うっていう差額分をこう膨らましていって、お得にポイントを活用しようっていうものだったんですけど、その飲食店の方からしたらですよね、この一品だけ注文されて帰ってしまう、お客さんが帰ってしまうと、その時に本当だったら本来ちゃんと食べていただけるお客さんの席がなくなっているとか、今ね、席数減らしてるとか、感染予防のために、開けるために幅をね、席数を減らしてるっていう飲食店さんすごく多いですので、ここでね、このお客さんが一席、きちんと食べていってくださるお客さんを逃してしまうことにもなってしまいます。でね、砂漠分をねもらうっていう確かにお得な方法なんですけど、ちょっとどうだろうということで、でもルール違反ではないわけです。これは抜け道というかできる方法だったんですよね。なので最初農林水産省はそれはルール違反ではないのでこちらの方では関与はいたしませんというふうなニュースにねコメントをしたんですけども、さすがにね、そういうなんかお店が増えてきたのか、持ちこたえれないということで、農林水産省がそういう少額の利用や、サイトからの予約商品だけにしようということで、飲食店や皆さんの方にね、一定の要件を設けること、だから錬金術が使えないようにですね、一定の要件を設けることや、メニューの変更の要請をしました。この一品だけ注文して買えるっていうことはできなくなります。で中にはね、鳥貴族3軒はしごしたっていう方もいらっしゃったようで、一品だけね、どの店舗も頼んだわけじゃないんですけど、3店舗を予約して、順番にね、少しずつ食べて飲んで、食べて飲んでって3店舗して、差額分が次のオンライン予約にして、次のポイントで、それでご飯を食べようっていう方もね、確かに賢い方法ではあるんですけども、3つに予約を取って、1店舗目に行って、その、ね、3店舗がどれくらい距離離れてるかちょっとわからないんですけど、3店舗を巡るっていう、その、ね、なんか時間を考えたら逆にね、なんかそんなような気がしますけども、3店舗同じお店行くってめんどくさくないですか？私は結構なんかめんどくさいかなと思っちゃうタイプなんですけど、もう1店舗行ったらもうそのままね、ゆっくりね、落ち着いてご飯食べたりしたいじゃないですか。そういう方法もあるけども、基本的に少額とその錬金術、1品だけ注文して、砂漠分をもらうっていう方法は NG になりました。GoTo Eat のお得な使い方としてね、一応紹介しておくと、1回につき、これオンライン予約の方なんですけど、オンライン予約の方は1回につき10人まで大丈夫なんですね。なので、幹事をするとお得になります。要は10人分のポイントを自分がもらえるので、ね、いつもなんか幹事やって大変なんだよなっていう方は、今回はね、皆さんの分と人数予約して、ポイントを使って、次のランチなり夜ご飯なりをそのポイントで、お得にね、無料でね、食べようかなっていう、それでまたね、オンライン予約すれば、またポイントもらえますので、幹事をするとお得です。で利用期間についてなんですけど、基本的に利用回数、このオンラインの予約については利用回数の制限等はありません。公式サイトによっては1日2回予約までとかいう、制限があるところもあるんですけど、基本的に利用回数はそこまで制限を細かくされてません。毎日オンラインで予約してご飯を食べていっても大丈夫ってこと。そして次に期限について紹介したいと思います。期限は令和3年の1月までですね、こちら。これは、チケットの方も一緒ですし、利用回数の方も一緒です。ただ、チケット制のところはね、もしかしたら各都道府県で予算とか予定冊子が終了したら終了になる可能性もあるかもしれません。利用可能期間ですけど、こちらはオンラインもチケット制のものも一緒です。令和3年の3月末まで利用ができますので、それまでに使い切るようにする方がお得だと思う。オンラインの公式上乗せキャンペーンっていうのをやってまして、例えばね、グルナビさんでしたら、うちのサイトをぜひ使って予約してほしいですとか、うちをぜひ使ってくださいということで、そのお昼500ポイント、夜1000ポイントに新規登録した方にプラス
アルファ500ポイント差し上げますよとか、もしくはうちのねとこ新規登録してくださって予約した方にはプラス 5% 分 10% 分ポイントをお話ししますよっていうキャンペーンを今やってますので、どこのねサイトがお得かっていうのはぜひ調べていただいて、あの一番ねいいお得な使い方すればいいと思います。あの普段ねやっぱり使い慣れているオンラインサイトの方がやり方も分かってますし、会員登録もすでにされてるって方はその方が楽なケースもありますし、これを機にね他の公式サイトも覗いてみよう使ってみようっていうことだったら比較してお得なものを使えばいいかなと思います。こういう形でねお得な GoTo Eats の使い方ありますので、ぜひぜひ皆さんねまだね始まったばっかりですので利用していただいて飲食店応援すればいいんじゃないかなと思います。 GoTo Eats っていうのは困ってる飲食店向けの措置です。で皆さんやっぱりねお気に入りの飲食店とかあると思うんですよ。このお店潰れたら困るなとか、この思い出の味があるとか、ここに来るのが楽しみで頑張ってるっていう、やっぱ潰れてほしくないお店、自分が大事にしてるお店ってあると思うので、ぜひそういうお店を応援するっていう気持ちで GoTo Eats うまくお得に使う方が、私はすごく個人的に気持ちのいい GoTo Eats の使い方ができるんじゃないかなというふうに思います。はい、オンライン上でね税理士を味方にということで、顧問料に比べたら圧倒的に低価格で税理士を味方にオンライン上につけれるというオンラインサロンを運営しております。月額制で完全会員制、もうメンバーだけしか見れない情報や知識、税金や経理のビジネスもしておりますし、 Zoom でねコミュニケーションも取ってますので、ぜひ気になる方は URL の概要欄に私のオンラインサロンについては紹介しておきますので、あのぜひください。 YouTube 見たよって言って入ってくださる方が増えてきております。ありがとうございます。そしてこちらですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。お待ちしています。コメントや感想、取り上げてほしいテーマなどもしありましたらコメント欄に書いてくだされば目を通しておきますので、励みになるので、ね、ぜひぜひ皆さんコメントいただけると嬉しいです。高評価のグッドボタンもぜひぜひお待ちしてますのでよろしくお願いします。それでは本日の動画は以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。またねー。